こんばんは、せいです。今日は2020年の6月22日月曜日です。今日は皆さんはどんな一日を過ごされましたか？大分の方はですね、今日は本当梅雨とは思えないぐらいすごく気持ちのいい晴れとなりました。風も穏やかで全然強い風が吹いていないので、これはちょっとチャンスだなと思ってドローンを持ち出して大分川沿いにしばらく上流の方まで自転車を漕いで行ったんですね。というのもですね、この大分川というのは、まあ、その名の通り大分県を代表する川の一つなんですが、この川沿いずっとご覧のように自転車歩行者専用道路、こういったものが通ってるんですけど、これがどこまで続いてるのかなって、上流の方まで試しに行ったことってなかったんですよね。まあ、地図で見ると、まあ、ある程度上流の方まで行くとそこでもうこういったサイクリング用の道路はもう途切れてて、そこから先は普通の県道とかになっちゃうんですが、まあ、この途中がですね、結構綺麗景色なところあるんじゃないかなと思って、そういうところがあったらちょっとドローンで撮ってみようかなと思ったんですね。ちなみにこういったドローンを飛ばしてもいい場所というのは、国土交通省が人口集中地区以外であればいいですよというふうにしているんですね。もちろん観光地とか人が多く集まるようなどこか施設ですね、そういったところはそこの施設の所有者とか、あるいはそこの自治体にちゃんと問い合わせをする必要があるんですが、ひとまずこの大分川に関してはもう川沿いの町の上はダメなんですけど、この大分川の上、ここは人口集中地区というふうに指定されてないんですね。こういったものは国土地理院というところが発行している地図、これで確認することができます。ちなみにこれはネット上で普通に見れるんですね。国土地理院と Google で検索すればすぐに出てきます。で、その中で日本の地図のその人口集中地区というボタンがあるので、それにチェックを入れるとその人が多いエリアはピンク色で示されるんですね。それ以外の場所は集中地区じゃないという、そういった扱いになっていて、ちょうどこの大分川、まあ他の大きな川もそうなんですが、こういった川の上空は集中していないエリアということで、高度150メートル以下であればもちろん周囲の安全を確認した上でなんですが、ドローンを飛ばしても大丈夫なんですね。ちなみにこの大分川にはちょっと名物おじさんみたいな人がいまして、プロペラ付きのパラグライダーですね。よくあのパラグライダーってのはこう高いところからふわーふわーっと滑空してくるんですが、あれにエンジンをつけちゃって、でプロペラの力で自力で上昇していく、そういったものがあるんですね。それを使ってこの大分川沿いをふわーふわーと飛んでるおじさんがいるんですね。まあいつ来るかは分かんなくて不定期なんですが、割とうちの近所にあるちょっとしたそのこの土手の広いスペースですね、そこを活用してもう自分で草刈りまでしちゃってるんですよね。そこだけでもうなんか発着場みたいにして、そこからいつも飛び立ってでまた戻ってくるなんてのをしてるおじさんがいます。以前もちょっと動画撮っていいですかって声かけてみたんですが、ちょっとまあ気難しい人のようでなかなかちょっと OK もらえなかったんですが、まあそういう人がいるんで、もしも大分に来る機会があったら大分川まで来てみると面白いかもしれませんね。そして、私もですね、このドローン飛ばすとき、さっきあのもう一つルールを話し忘れてたんですが、基本的にはドローンを目視できる範囲内で飛ばすこととなってるんですね。もちろんちゃんと申請をしたりライセンスを取れば、私が使ってる DJI の Mavic 2という機種、これに関しては
ドローンが目視できない範囲で飛ばしてもいいというふうにも指定されてるんですね。というのも手元のスマホでそのドローンが今どこにいるかという位置がわかるし、ドローンからの映像も見れるようになっているので、そのドローン自体を直接目視できてなくても、ちゃんと飛ばすことができる、ちゃんと戻ってこれる機種ということで、一応その見えなくなるぐらい遠いところまで行っても大丈夫という機種には指定されています。ただし先ほども話しましたように、ちゃんとそのドローンライセンスを取る必要があったり、あとは事前にどこかに、飛行申請みたいなやつですかね、そういったのを申請する必要があるそうです。私はまだそういったのが必要になるほどの遠くまで飛ばしたことがないので、まだそれはやったことがないんですが、一度ウェブサイトなどを開いてみたら、結構細々とどこをどう飛ぶ、何月何日の何時から何時まで、で高度は何メートルといろいろと細かく書くところがあるんですね。しかも何日も前にそれを申請しないといけないので、天気がいい日を見計らって今日飛ばしたいってなるとちょっと難しいようです。ただ先ほども話したように、そのドローンライセンスですね、それを持ってるとその申請のプロセスがすごく早くなるそうですね。ちなみに最近はそういったドローンスクールもあるわけですが、一度問い合わせてみたところ、やっぱり結構な金額取られるんですよね。なんか自分でちゃんと一つ一つ見ていけば分かりそうな範囲内のことなんですが、なんか30万円とかそれくらいの授業料がかかりますというふうに、受講料ですね、そういった返事があって、そっか、ちょっとな、そこまでするのもなと思って、今のところはまだそういったライセンスは取らずに操作しています。実際高度150メートルって結構な高さですからね。それ以上高く飛ばすこともないし、あとやっぱり人が多いところで飛ばす、イベント会場で飛ばすということもまだないですからね。なので私はまだ申請していないんですが、ドローンスクールに通わずに独学で取る方法はないのかなと、ちょっと今度調べてみようかなと思っているところですね。それでこう自力で撮ってみたみたいな動画作っても面白そうですよね。そしてなんだかんだと結構上流の方まで行ったんですね。そしたらもう川沿いを散歩してる人も全然見かけない、そんなところまで来たので、ちょっとこの辺でドローンを試しに飛ばしてみました。ちょうどドローンをこの離着陸させるのにもちょうどいいスペースがあったんですね。で、ここをちょっと大分川の上をゆっくりと飛行させてみたんですが、なかなかやっぱりどういうアングルでどういう映像を撮れば印象的なものになるのか、こういったのはまだまだ勉強が必要だなと思いました。ニュージーランドで飛ばしてる時は適当に飛ばしてても、どこに行ってもなんかとんでもない絶景が広がってて、人の手が全然加わってない場所を飛行する、そういった本当なんていうんですかね、幻想的というか非現実的ですね、そういった映像が撮りやすかったですが、やはりここは日本なので建物がどうやっても映り込むんですよね。逆にこの緑がいっぱいある中に建物が映る、そういった構図を生かすべきなんですね。そういったことをちょっと学びました。あえてこの大きなこの生命力あふれる緑、その中に見える建物というふうに、そういった構図をもっと考えて撮影してみたいですね。でも本当日本も景色はいいんですよね。もっと上、上流の方とか山の方に行けばやっぱりニュージーランドとはまた違った絶景が広がる、そういった場所がいくつもあるので、今後そういったところもいろいろこの夏の間に見ておきたいですね。もう今年の夏はいろんなイベントがもう中止となっているので、そういったところに行って何か取材するというよりも、普段行かない
かなり山奥の場所とか、どこかそういったところを探していろいろ見てみたいですね。ちなみにこの大分川の下流の方では毎年その大分花火大会ですね、そういったものが開催されるんですが、今年はそちらも中止ということで、いやーちょっと残念ですね。うちの姪も残念がってましたし、しかもうちの一家全員が揃って初めて花火大会を見れるかもという年だっただけに、今まではみんなあんまり花火大会にうちの両親も足を運ぶことはなかったんですね。それよりも帰りがめんどくさいみたいな。でも今年はうちの妹夫婦も大分に移り住んできまして、で姪がもう花火大会今年も見たい見たいと言ってるので、じゃあもうみんなであらかじめちょっと早めに行って場所取りなんかして、でそこでビール飲みながら始まるのを待って、ご飯も食べて、で花火大会楽しもうと言って結構盛り上がってただけに、ちょっと残念ではありますね。まあこういったイベントごとは来年に期待して、今年は今年でできること、イベントがない代わりにどこかへできた時間で行ける場所、そういったところを模索したいですね。ちなみに今夜もですね、これからちょっと出かけようと思ってるんですね。まあこの天気がですね、今夜もずっと晴れで、しかもですね、今日は新月、今夜というべきですね、今夜は新月なので月が出てこない日なんですね。ということは星空がめちゃくちゃ綺麗に見えるというわけなので、ちょっと星空がよく見える場所、私の知ってる中では瀬の本というエリアですね。以前山ちゃんと一緒に雨の中ドライブで出かけていって、あまりにもすごい雨で結局撮影も何もできなかったという場所なんですが、そこは標高が1000メートルあるんで結構空気が綺麗なんですよね。でしかも周りに全く明かりがないので本当に星が綺麗に見えるんですよね。これまでニュージーランドでも星が綺麗な場所、そういったところに行っていろいろとそういった星空は眺めたわけですが、なんか全然その瀬の本とか、あと宮崎もそうなんですけど、なんか全然負けてないなぁと、なんか別段ニュージーがこれでもかってぐらい圧倒的さですごいなというふうに感じたことはなかったんですね。もちろん星空が綺麗な街テカポ、あそこはすごいらしいんですが、私はまだ残念ながら4回チャレンジして4回とも曇りとか雨とかで見れていないので、そこの星空とは比べられないんですが、日本もちょっと山の方行けば全く明かりのない場所っていうのはいっぱいあるんで、結構綺麗な星空見れるんですよね。なので日本でもこんなすごい星空撮れるんだぞ、あるいは大分に来ればこういった星空が見れますよといった動画も作りたくって、今夜ちょっとその撮影しに行ってみようと思ってるんですね。もちろん今私がいる大分市内、ここはよく晴れてはいるものの、山の方に行ったら実は曇ってましたなんてこともよくあるので、これは行ってみないとわからないんですが、今日ほど条件のいい日はなかなかないんですよね。そんなわけでこれから片道1時間半となるんですが、ちょっとそこまで見に行ってみようと思ってます。ちなみにまだ私は自分の車を持っていないので、またカーシェアを使っていくんですが、夜はお安くなるんですよね。そういったこともあって、まあちょっと挑戦してみようかと。そんなわけでこのラジオ動画もですね、普段だったらもう夜の8時とか9時、そういった時間に収録するんですが、今日はこれ6時半から収録しています。なので大分はまだ明るいんですよね。これから暗くなってくるなというところで、なのでこのラジオ動画全部収録を終えて、そして投稿したら早速出かけるつもりでいます。いい綺麗な映像が撮れたらまた皆さんにそちらをお見せしようと思いますので、
よかったら楽しみにしてお待ちください。では今日のところはちょっと短めなんですが、この辺りで失礼したいと思います。いかがでしたでしょうか。このラジオ聴いてるうちに気分転換できて眠くなったよという方がいれば嬉しいですね。もうなんなら聞いてるうちに寝落ちしちゃいましたなんて言ってもらえたら、それが最高の褒め言葉です。では皆さん、ぐっすりとお休みください。おやすみなさい。